お疲れ様です。今日はですね、負け作12日目やっていきたいと思います。ということで、やっていくんですけども、昨日ね、負け作動画が上がんなかったと思うんですけど、YouTube ね。ごめんなさい。本当に毎日やってたんですけど、マジでごめんなさい。ちょっと負けちゃってね。動画も出すのに悩んで、出せなかったです。はい。ということで、今日もやっていきましょう。で、まず宝箱を上げていくんですけど、なんとね、ジャングルアリーナに今到達してて、このジャングルゴリラステージの、はい、こちら、セールが来ました。美味しいですね。ということで、ルール上セールは買っていいので、ここ買っていきましょうか。で、まあ、カードというか、もうワイルドカードっすね。もうワイルドカードゴリゴリゴリラってことで、お願いしまーす。いやー、これメガナイトに使えるっすね。なんでメガナイト11にしちゃえば、みたいな。いや、めっちゃもらえるっすね。えぐ。さあ、一気に金持ち。では、せっかくなので、手に入れた、この辺もね、使っていきたいと思います。ユニレベゴリゴリに上げていきましょうか。まあ、すっげー。上げなくてもいい。まあ、一旦使っとくか。はい。さあ、レアも、大量金持ち、マスケ上げて、スーパーレアっすね。いや、これやばいね。ガチで。30枚ってレベチじゃない？俺30枚待って、これ使い道な、タルババもしかして、タルババっすか？タルババレベル11にしちゃう？タルババ11か。まあ、ゴブリンバレル10なんですけど。まあ、タルかな。タル、ブッパ。タルブッパ行こう、タルブッパ。で、ウルトラは、まあ、メガナイト、もう、一筋っすね。はい。さあ、これで、すでに強い僕のデッキはさらに強くなりましたと。というわけで、負けるはずがないですね。うい、レベル8、来たー。ということで、これって、タワレベ多分9とか10とかがね、当たり前に当たるようになります。で、まあ、ありがたいんですけど、迷惑なことにデッキスロットもね、10個まで増えましたね。なんで、この辺ちょっと間違えていかないようにしなきゃ終わるっすね。さあ、ということで、3000目指してやっていきましょう。さあ、タワレベ8同士なんで、まあ、今回は、まあ、気楽っすね。まあ、気楽と言っても、多分ユニレベはね、当たり前に一緒ぐらいだと思うんですよね。そう。さあ、ゴブリンバレル、ミニペッカー、ワイ、ディガーちゃんね。わー、ディガー10とか、これ結構やばいですからね。結局、タワレベがやっぱ、8なんで、言うて結構削られるっていう。さあ、プリンも、レベルがね、高い。あ、やば。タルババで死ぬプリンセス初めて見ましたね。タルがなタルだけ異常に強いんですよね、僕。ガチで。タル11か。もう11にしたんで、さすがにやっぱタルはセットで使っていきたいですよね。なんか。タル11ってやばいな。なんか無駄遣い、無駄遣いってわけではないんですけど、無駄遣いというか、まあ無駄遣いなのか。いやー、これなんか、メガネ使っちゃうか、これ。あれなんか、本当に負けそうだな。これやばいっすね。なんか相手、地味できるくね？ディガー削りで狙ってきてる。これメガナイト、マスケで受けてくると思うんですよ。マスケじゃない、ミニペっすね。いや、全然当たってないんですけど。飛べ？ジャンピング？スマッシュ？おい？いやー、メガナイト10が、お壊れのようですね。いや、でも、まあまあ、言うてミニペ、ディガーも壊れたし、プリも、いや、あー、やってくれたら使ったですけどね。さあ、ま、さすがにこれは樽を使っていく。で、ゴブリンバレルは飛ばし毒。いや、でもなんか、いやー、いい試合してんじゃん。いや、樽が頑張ってんな。で、相手これ、ジャイとかあんのかな？さすがにエレジャイとかはいないから。っていうので、ボス級打ちまーす。まあ、これで相手のディガーは結構抑えられるよねっていう。よいしょ。まあ、樽あげたからな。最終的なスペルは、タル雪とか、タルファイボー、まあ、タル雪、ライトニングタルババぐらいになるっすね。最終的な呪文編成は。まあ、なんで、その辺をちょっとこう、考えながらというか、まあ、そうなるよねーって感じかな。さあ、ロリコ。いやー、プリンも飛ばしたい。あれはまあ、いや、タル11やば。プリンに攻撃されても一発殴れるっていうポテンシャルの高さ。さあ、あれはまあ、メガナイトで踏んでも嘘だけどな、これ。もうメガマス組んであげて、あん、痛い。さあ、プリンをウッドで行かれると。でも、これなんかミニペックでさ、受けてくるならさ、ここのスケ追加も多分結構熱いんですよね。でさ、いやーでもなんかいい防衛してくんな、俺。なんでやねん。さあ、で、ゴブリンバレル飛ばして、勝ったかなー。これだったら、完封する方法。ウッドです。ありました。あと、ファイボ圏内ではないけど、プリコが、
いや、これガチでタルババチートだな。タル11なんてことある。あ、これ皆さん見てください。スケルトン部隊回ってるかわかんないんですけど、はい、神ファイボ、おりゃにゃーい。さあ、ファイボの中からゴブリンバレル生まれるよーん、言うて。さあ、まあ一緒ですね。なんかでももっと余裕で勝ちたいな、個人的にね。ユニレベの余裕あるかんね。さあ、この辺も受け取れるっすね。なんか受け取ってんな、全部。知らんけど。いつかの俺が受け取ったみたいですね。あ、こっちの報酬はまだ受け取れないですね。僕はこの、豪華なやつを受け取ってないんでね。メガナイトをユニレベ上げてから受け取りたいと。さあ、どんどん行きましょうけん。スイータンホール。タンホールじゃない。そう、クラクラね。タレビ級、RF。ザゴッティですね。海外でザゴットっていう。あーん。まあ、遅延スキャラ使いがいるんですよね。RF。ゴッツ。最近ちょっとクララあんまやってないか。え、困って、やばい。思ったよりなんか、もうちょっと頑張ってほしいな。いやー、これしかもあれだ、コウモリが、ハゲる。いや、待って、どっちもハゲる。なんでだ？まあ、タワーレビ9ですね。9。まあ、今までだと2回ぐらい当たったことあるんですよ。そうなんですけど、タワーレビを僕が上げたので、当たりやすくなってますね。うん。いや、出た！プリコワンパン。いや、タル、ちょっと強いよね。11。自分でもなんか笑っちゃうぐらい強いですね。タワーレベル9。じゃねえ。ん？何言ってんだ。ロリーババ11ね。さあ、結構硬いんじゃないこれ。まあ、相手の一気はちょっとわかんないんで、まあ、無理せず、ボセっちゃ、あー、やばい。クロス初めて来た。でも、このデッキクロス浮ききついですね。さては。まあ、でも、うちのクロス、クロスじゃない。メガナイトは、ジャンプしろよ、お前。え？なんでおとなしく歩いてんの？いやー、しかも結構いいミニペッカっすね。あれ？あれ？とか言ってるけど、ちょっと普通に怖いな。まあ、タルがあるのが救いっすね、僕は。で、なんならこれ延命してからの、うえぇ、あ、いいんじゃない？もう一発欲しかったなー。あー、クロスか。クロスのこと考えてなかったな。まあ、タルがあるんで。そこは救いっすね。まあ、プリンセスが間違いなく邪魔っすね。結局ね。可愛いだけじゃね。プリンセスも。ちょっとクロスにはね、みたいな。可愛くもないか。さあ、プリンで削っていく。これ飛んでほしいな。飛んだ瞬間ってタゲが変わん、なんで飛ばないの全然。さあ、タゲが変わらない。タル持ってるっすね。なんだ、まあ、ゴブリン、あー、これでも飛ばしていいんじゃない？まあまあまあ、さすがに勝ったかな。いや、でもこっから、で、この辺のトロから、これ今までなかったような、それこそクロスとか、バルーンとか、まあ、たまにラバとかも出てくるんでしょうね。って考えると、やっぱちょっとこう、難易度が上がってくるというかね、怖いよね。いや、しかも結構いい配布してくるやん。さすがに。さあ、で、まあ、ここに対して毎回タルとコウモリだったんで、プリンも添えてあげながらの、で、タル来たら延命してあげて、はい、で、しかもワンパーン。いや、マスケ。ちょっかけ出すなよ。ほんとに。よしよしよし。まあ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 。いや、もっとなんかね、楽にやっていきたい。まだ言うて3000もいってないですからね。ほんとに、気抜くと負けるっすけど、まあ、気抜かなければ負けないですから、簡単な話ね。さあ、タルベ8。いや、意外とだな。なんかね、7の時にやっぱ8がめっちゃ当たってたんで、まあ、今回8にして、あ、レベル低いですね。9とかめっちゃ当たんのかなっていう。なんならたまに10も来んのかなみたいなつもりでいたんですけど、てかなんならこのトロ隊から 2.6 ホグっぽいやつが来るっていう。え？完成してんじゃん。まあ、さすがに踏ませていただきましょう。うちの最強メガナイト。ね、26だ。まあ普通の人はね、2.6 億デッキは知らないんでね、まず。まあその時点であなたは普通じゃないよと。やるよと。あん。やべえ、マジで奇妙声出た。本当に。ガチで。自分で弾くぐらい奇妙声出た。違うんすよ。みんなだって出るでしょ。おい。さあ、レッツゴーバモスタイムだ。で、こっちにね、ウッド使ったらもう、こっちのプリンセスが無限ですよ、っていう話よね。いや、マジで、タルババ欲しい、これ。
スケとかね、ファイブって延命しちゃうかもしれない。俺ぐらいだと。なんだ、ここに来るマスケ、逮捕でしたね。あーあ、いいスケね、ファイブ打ちまーす。ほい。で、まあ、ウッドを使ってくれるよねっていう。あ、これが墓石で守れますね。どっちにウッド使うんだいっていう。いや、墓石強っ。いや、でもプリンセスも放置してんじゃん、相手。さ、こっちからもね、産んであげて、プリコちゃん。あー、これはもう、恒例諦めの前っすね。よし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 。まあ、インレベル俺も多分そこそこ高いんだよな。樽だけ11っていうね、謎ね。なんかスーパーレアって、なんか結構主軸というか、癖のあるカードが多いんですよね。そう、だからスーパーレアマジで上げるカードなさすぎて、樽ばばっすね。うん。なんかボーラーとかね、バルーンとかそう使うならだけど、使わなかったらね、もうベビードラぐらいしかアンパイカードないですからね。さあ、タルビ Q。いやー、眉毛動く。みかんさんやん、もう。いい意味でね。さあ、ハンター10。ハンター10、普通に出てきてっから、高えかんな、あんた。うわ、やばい。危ねえ、これメガイトなかったら負けじゃねこれ。ウィザードロイフグって守れんやな、普通の人。まあ、メガネとか持ってる人は守れるか。いやー、いいマスケ追加ね。さあ、ディーガー10と。いやー、スケは、念のため取っとくか。いや、ドスコイバモス。あんな綺麗にスケルトン部隊飛ぶことないけどね。正直。いつもなんか数体散らかって残ってるけどね。さあ、メガマスでウッド使ったんで、なんならタルババからの、ゴブリンバレルからのプリンセスっていう、もうやりすぎ。いや、ガチでやりすぎたかも。お願い、本当に許して。お願い。おー、ヒースピの怖いやつだ。ドラフトのやつだよね。まあ、俺はファイスピ持ってるけどね、っていう謎マウント。うん。いやー、でもなんか、ロイフグとかもぶっちゃけ初めて当たりましたし、なんかこう、やっぱちょっと変わってきましたね。この辺から。世界が広いっていうやつですか、やっぱ。うん。さあ、まあ、メガナイト。強いな。あってよかったっすね。本当に。メガナイトウィザード。やっぱイネリはちょっと高いな。さあ。いいウッドだ。まあ、妹ってもメガナイト踏んづけといけば。みたいなところありそう。なんならもう、ちょっと降りたいな。OK。からの、橋前メガは、まあ、ぶっちゃけ負け筋なんでね。まあ、高回転で。ここで攻めて。このマスケは多分タワー殴るんですよね。結構いい感じに。少し歩くだけでね。いやー、OK。いや、いいっすね。まあ、順調、順調。さすがにな。まだ一回も負けそうにはなってないですよね。うん、もっとええ宝箱くれや。さあ、まあ、両方使わないけど、可能性あるのは吹き矢かな。どうかね。さあ、タールビ9。まあ、9が結構安定って感じか ?10 引きてえな。うん。弱めの10引きたいっすね。強いな、ちょっと。いや、はしまいプリン怖。いや、ぶっちゃけもうこれになってくると、墓石先行きもちょっと怖くなってくるっすね。普通にラバとか来たらやばい、やばいかな。さあ、よろしく来る。プリンで削ってく。ああ、まあこれ宝石でしょ?で、矢使ったんで、まあ多分大丈夫でしょうっていうザップ持ってなければぐらいのね。さあ、アイウィズ。アイウィズ持ちも初めて当たったかもしんないですね。不人気説ある。強いんだけどね。やっぱ攻めのこのロマンというか、ね、一発ドカンがないんで、アイビスも。守りちまちまなんでね。さあ、スケブ。まあ、勝ったかななんか。カードが。ね。いやーな、外れてるよ。いやー、これ延命するか一旦墓石で様子見て、相手の出方次第で、みたいな。あー、無理。ワンチョ、ワン、なんかワン空振りで。切れたっすね。いやー、これでも行ってもいい気がするんだけどね。ミニピだったんで、もうメガナイトマスケスケまで組めば、
きついと思うんですけど、まあ僕はね、そんな負け筋引きたくないので、しっかり芋っていきます。はい。確実にね、ガチで確実にいきます。てか、メガネって10だ。普通にちょっと危ねえ。だんだんミニペッカとかつけられて、ワンパンされるみたいなもんちょっと怖いですからね。さあ、踏んでく。いやー、怖えー、これ。バルーン結構やばいっすよね。でもバルーン弱くなったのがね、結構救いというか、まあ僕は辛いですけど、使いたかったんで。まあ弱くなったのは救いっすよね。これミニペタスケブっすね。まあどっち来ても突破する用のタルババ。ゴールデンタイム。やべ、読みが当たらんな今日。いや、いつものことか。うるせえってお前言いすぎだって。やめしたい。いやー、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。マジで。いやー、だ、メガネタの範囲がいい感じになってる。よしよし。で、逆サイ来ても、墓石で釣って、ファイブボーイかな。ここで釣れるんで、お前働けますけ、ガチで、ガチで。マジで働かんかったやばい。働かんかったら、無理やり働け。あ、働かんのかーい。まあ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 、さすがにね、逃げ切り。ギリ逃げ切りって感じか。な、クラウンもいらないんだよ。後ろ戻り。いや、なんだろう、一生ね。こっちの陣地でね。休んでください。オッケー。いや、バルーンもまあまあまあ、怖い。プリンセスがな、やっぱちょっといらないっすね。変えたくなるっすね。さあ、タワレベ9ですね。やっぱ9安定期入ってますよね。ESP 燃やすよ。即燃やすよ。あー、LSP ね、燃やすよ。ファイスピね、友達やん。イースピね、燃やすよ。やっぱスピリット好きなんですね。ファイスピがやっぱ一番強いみたいなとこあるかな。結局ね。オールブレイカー、オールブレイカーはもう、まあ、使ってる人がいたっすけどね。久々。打ってー、空振りのね。いや、これ、タルババさ、橋前11、やばくないこの圧。多分3発ぐらい殴れんちゃう。いや、あの吹きはもう、それはちょっとやりきないな。まあ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 、吹きや10。いや、これ、シャッシャルといかれるっすね、マジで。で、マジアちゃんはあの、射程長いように見えて、マジでプリンセスにボコボコにされるんで、まあマジアちゃんはプリンで結構防衛するイメージ持って、あとは一体持って、まあちょっと高いよねっていう。この瞬間とかにバルーン来たら終わるっすけどね、僕本当に。なんで気ぃつけないといけないな。なんかこう、すぐね、ゴブリンバレル攻めで僕飛ばしちゃうとかそういうのもあるんですけど、で、これも許容しないと、後々のこと考えるときに行かれるっすよね。いや、マジで普通に怖い。さあ、スケが後ろから、チクチクチクと。で、ステイか。いや、最強タルババ。いや、でも、わあ、ちょっとやだな、普通に。燃やすよ、だから。てか、マジアチャ吹きやペッカか。いやー、マジか。それが考えてなかったな。いや、待って、これ普通に結構やばいかも。まあでも、墓石つけるならちょっと救いっすね。マジアチャか。ウッドか。ウッド使ったんで、攻めファイファーな。ちょっと違うな。逆行って、ちょっと、対応しにくそうにさせるか。さあ、メガナイトバルキリー、結構ダメージ取んないっすね。あ、てか、ペッカメガか。いや、これ待って、普通にやばい。ガチやばい。無言になります。いや、待って、なんか普通になんでなんでとか言って、まあ、ウッドも持ってるから、あれか。で、バルキリーメガで抑えられると、俺のダメージがやっぱ入んないってやつですね。これ僕のあの、やっぱこのデッキというか、まあ、今回のこの企画上、やっぱ結構大事なところですね。その、負けたらダメなんで防衛固くしないといけないんですけど、防衛固いと、削れなくて負けるってことがあるんですよね、やっぱ。っていうので、どの負け方もまあ負けなんで、そこに対して勝てるように、防衛も硬いし、絶対削れもするデッキじゃないといけないんですよね。ちょっと一個奥にしよう。うざめのね。
ファイブっちょ。いやー、マジやちゃれ意味をすげえろだって。なんでやねん。いや、あれ、でもなんなら最後許容できるな。いつもの俺で行くと。いつもの俺で行くと。ちょっとだけ。まあ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 、いやー、ペッカメガのね、ウッドマージアちゃね。まあ、バレー飛ばしドグッズは諦めたかな。コストが出なくなってるな。一発。なんだ、メガネのこれ飛べば。さすがに飛ばないか。これ高めでやって、吹き矢は垂れて多分飛ぶんすよ。ユニレベチンパンで。で、マジアチャ5で行かれるんで。あー、また俺の思ってるの違う。これ回ってないっすね。吹き矢おいで。吹き矢おいで。マジアチャおいで。いやー、めっちゃいい。めっちゃいい、めっちゃめっちゃいい。いや、プリンセスめっちゃ並ぶやん。プリンセスめっちゃ並ぶやん。延命した、延命した。いぎいぎ、レッツゴー、レッツゴー。えぐ、マジでえぐ。メガネってめっちゃ出る。いやー、当たるばば、伸びろ。いやー、これはさすがに、お前めっちゃいるぞ、俺のユニット。いや、待って。あ、でもメガナイトマスキーがもう、強すぎて。意味わかんないことが起きてる。いやー、タルーが強えな。いや、メガネとバスケが強え。いや、ってなんで耐えんの？あぶねえ。いや、まあ、一瞬、ビビった。いや、燃やすよ、それ。なんか怖いな。自分で言ってて。あー、ポイズン初めてゲットだ。いやー、ポイはな、ワンチャン使う。ポイタルーはね、結構可能性あるっすね。さあ、タワレビ9。いや、まあ、9安定って感じか。9安定、ユニレベ10が結構、普通か。イネレベ11は出会ったことないですね、まだ。俺が格上中ね。てか、相手のタワー可愛いな。何あれ？ホワイトデー的な？マジなんかキラキラしてない？やっぱね、女の子にモテたいとキラキラもんつけるようになるっすよね。いや、誰が俺やねん。いやー、全然違う、本当に。ガチで違う。本当にそういうのじゃない。はい、ペッカー。まあ、ペカマス。これベビーがマスケ殴ってからっすね。そうするとこの墓石のスキが無限に暴れるっすね。ちょっと怖かったね。右サイドに攻めるのが大事っすね。そうするとユニット1体でゴブリンバレルとプリンセスを防がれるってことはないんですよ。2枚絶対裂かないといけないんですよね、こうやって。そうなんで、その間やっぱコストなくて、まあどっちかが入るよねっていう。しかもこのタール11なんですよ。これ多分3発ぐらい殴るんじゃないかな。あとこれ金起動します。このトロタイでしてくるやつ多分あんまいないだろうけど。あれ待って、これ金魚しないあんた。お願い。いや、ガチやばい。え、待って、やばい、ほんとやばい。え、待って、やばい。うわ、待って、やばい。ガチやばい。うわ、待って、しゃしゃった。え、俺、やばい。これで終わるの、ほんとやばい。かぶれユニット。
よし、よし、よし、やぶね、やぶね、いやこれはこれはやったわ。本当に本当に皆さん、お騒がせしました。本当にマジで、あーやべえ、マジで震えるわ。やばいやばい、ガチでもうね、勝ったね。ほんと、いや、もう負けだよね。いや、ほぐー、やべえ、これ気抜いてたわ。マジで余裕で気抜いてた。ガチでやばい。これやばいね。やば、俺もう、負けたと思ってましたね。負けでしたね。いやー、マジで。いや、ほぐか。ほぐね。これ、ちょっとやばいですね。いやー、犬レベルもまあでも、言うて変わんない。ちょっと全体的にやっぱ高いんだな。でもホグだね。気をつけなきゃ。まあ、多分俺がシャシャんなきゃ多分こうはなんなかったんでしょうね。いや、マジで痛い目見るとこだった。本当に。多分コメント欄でラッとガチ調子乗りすぎってなってたと思うんですよ。いやー、よかった。これに関してはマジでよかったです。本当に終わらなくてよかったです。はい。明日もね。あげますので、動画引き続き応援のほどよろしくお願いします。これを機にね、ちょっと、しっかりね気引き締めて頑張っていきます。ではお疲れちゃんでした。またね。